今まで勉強しかしてこなかったし。勉強一筋の少女ゆい、高校生活を充実させるために始めたのが、はい、アルバイト。美味しそう。サッカー部のエースでプロを夢見る少年ヒロと、私とは別の星の人たちって感じで、ある日ゆいのバイト先に、昨日来たものなんですけど、同じ学校だったんだね。はい。まさかゆい、ヒロと先輩のこと好きになっちゃった？私はただ、どうするの、このまま志望校に進学できなかったら。失礼いたしました。はい、可愛いです。ヒロと先輩は岸本みたいな優等生じゃなくて、美咲先輩とか派手なタイプが好きなんだろ。分かってくれる人がいるんだって嬉しかったよ。ねえ、あの子って彼氏？今じゃサッカーも大したことないくせに、先輩が一生懸命頑張ってきたこと私は知ってます。この間の話なんだけど。話ならこっちにもあります。